嗨，大家好，我是甩猫，欢迎收看 World Zen Club。那在上一集当中呢，我们所有人都喝下了超级杏仁核菇所组成的浓汤，现在大家都可以看到香草了。那接下来的故事呢会怎么样发展，我们就继续玩下去吧。这里是长野地区啊，感觉不太妙啊。ねえ、あそこに見える山って富士山よね。那边的山是富士山吗？そうだね。じゃあ、なんで富士山？怎么了？富士山が噴火しちゃってるの？哇，红彤彤的耶！其实我早就知道了，我是未来来的啊。本当に富士山なのか？間違いないよ。ここは長野県の真ん中ら辺に位置する諏訪湖のほとり。周りは高い山に囲まれちゃってるけど、地形の関係ではっきりと富士山を見ることができるんだ。居然在火山爆发。影響かしら。地震群的关系。おそらく地球の内部で何かが。哇，太扯了。地球内部啊。私たち無事に東京までたどり着けるのかな。好险我们没有搭直升机啊，不然就危险了。必ずたどり着けるって。だってこれまでいろんな障害があったけど、僕力を合わせてって。ポチはほとんど何もしてないが。人家开火车哎。海底遊園地でワイラを助けてくれたんはレイチョやし。没错啊，是我啊。鹿児島で犬をやっつけてくれたんはモーちゃんなんやろ。是阿母啊。大分でもモーちゃんとレイチョには世話になったな。愛媛の宗教施設ではニョロさんとレイチョさんが大活躍。我啊。京都ではジェンヌとレイチョが本領発揮。そのおかげで抗生物質が届けられ、中古の命は救われた。列車で奔走したのはタッツンとレイチョ、それから兄貴だよね。白川郷でハイパニキークをゲットできたのも兄貴とレイチョのおかげだよ。怎么都没有波奇的戏份啊，好可怜啊。あれ？ってことはワイラがピンチになった時、助けてくれたメンバーの中には、常にレイチョがおったって。因为我是未来人。今さら気づいたのか？所以波奇还没觉醒过啊。すごいんじゃないか、レイチョは。接下来就是波奇的回合了吧。本当、レイチョには死ぬほど感謝してる。这做球有点明显啊。俺も。就是要做给波奇啊。活躍には感服しまうぜ。好了好了，不要再阿谀奉承了。それに比べると、正直ポチは。哎，你们很坏啊！你们超坏的。そうね。这边剩下游戏跟波奇还没觉醒啊。ポチだっていろいろと活躍してきたじゃない。哦，老婆大人出来护航了。ディーゼル機関車を運転してくれたのもポチだしね。没错啊。いやせやけどそのせいでワイラは思いっきり遠回りを。可是因为偏离路线，所以才找得到那个蘑菇啊。それは結果オーライでしょ。うん。そのおかげでバニラはこうしてみんなとお話できるようになったんだし。まあポチのことはいいだろう。仮に何の取り柄もなかったとしても、就算他没什么贡献。ポチが仲間であることに変わりはね。兄貴也是要嘴下留人呐。何の取り柄もないって。好呛啊。一番きついことを。いや。最狠的。仮にって言っただろ。もしかしたらポチにだって隠された才能があるかもしれねえし。剩下你了。例えば？冷たいものを食べても。頭がキーンってしないとか。爪が生えるのが指甲長很快。それは才能じゃないでしょ。真是好棒棒的能力啊。怎么办？我觉得波奇好可怜哦。あ、すまなかったな、ポチ。ポチは私たちのそばにいてくれるだけで十分よ。ただそこにいるだけで。コリと心が和むっていうか、癒し系マスコットキャラ的なやつだね。等一下，我觉得气氛感觉会。確かにそうやな。
ポチは頑張れ組にとってのマスコットキャラ。それがお前の存在意義や。ちゅうわけでそろそろ行くで。怎么感觉不太妙？東京まであと200キロ。ラストスパートや。感觉波奇等下会生气啊。你看波奇跟妞肉没有跟着做啊。今の聞いた？僕は頑張れ組にとってのマスコ、ただそれだけが僕の存在意義なんだって。是在跟我讲话吗？なんか笑えるよね。レイチョが羨ましいよ。みんなからチヤホヤされて。等一下，等一下。まるでヒーローみたいに扱われて。他在跟谁讲话？不是跟雷乔欸。それに引き換え、僕と言ったら、ねえ。一つ聞いてもいい？君のいる世界にも僕みたいなのは存在するのかな？果然波奇是 X 种人啊，应该是 X 种人。他的额头上应该会有叉叉哦。啊？一体何が？とにかくみんなのところへ。等一下，怎么了？大家在看天空哎。あれは UFO だよ。UFO。还有尾巴哎，长得蛮可爱的。こっちに向かって攻撃してきっとマイクの手先マイクの手下ということは我々を捕らえるためにその割にはさっきの攻撃マジだったぜ、うん、僕らのこと本気で殺そうとしてるみたいだったよよしこうなったらしゃあないみんな逃げるで快跑わー被圍攻了去啦！哇哦！好那个啊！このままじゃ全滅しちゃうわ！会全灭啊！一体どうすりゃいいんだ？哈！你体在大叫什么啦？冷静一点好不好？とにかくみんな、ひとまず物陰に隠れるんだ。这里有够宽广的，怎么躲啊？结果还是突破了，还是突破了。哎，雷乔要干嘛？喂，何しとんねん、雷乔！早く隠れて！雷乔！哎呀！好，我要跟他对决啊！小只的。好帥喔哎呦好險啊欸小隻去哪裡了朝他嘴裡丟不是啊，不是啊！好，朝他嘴巴丢就是啊，有危险啊！好，现在趁现在啊！不是啊，太麻烦了。哇，太难了吧，根本来不及啊！然后这样啊，有了有了有了！
好，嘴巴是弱点。还蛮弱的啊。やった！やった！还有更多，还有更多是怎样？是有几台啊？哦，才一台而已啊！去死啊！不要过来，不要过来！好险哦！よっしゃー！今度こそ大丈夫やろ！みんなレイチョがやっつけてくれたからね。いや、そういうわけでもなし。啊，还有吗？该不会上面更多吧？云层上面还有吗？天哪！是金鱼吗？是什么啊？该不会要GG了吧？等一下，我还活着啊！应该要直接人间蒸发啦！哇，这个也举得起来啊！太扯了！哇！成功了！还有半条血啊！あともう一息だ。もう少しで倒せるぞ。怎么突然又一台啦？等一下，会死。不是啊，太难了。简单多了吧？刚刚怎样？刚刚完全不让我闪啊！而且我们拿着那台超大的幽浮，身体会抖来抖去的。太神了吧！根本超人啊！还有啊！何なのよ、この。まさか。そんな。嘘やろ。你疯了吗，雷小？天哪！等一下，现在是怎样啊？それよりレイチョは？見てください。あそこ。レイチョ。好笑。おい。なんやねんこれ。まさか。そんな。レイチョは、レイチョは。わあ。ロボット。哇，我是机器人啊！原来我是机器人啊！だったのか。
天哪、啊，超级毛的。なんで？どうして？ありえないよ。レイチョがロボットだったなんて。突然抛出一个震撼弹啊！我居然是机器人。ちょっとニョロさん、一体何を？調べてるのよ。そんなことして、どないするっちゅうねん。对啊，你是小学生。いいから黙ってて。わかったわ。わかった。このロボットは自律制御型のマシンじゃない。没有自动控制程式。AI のような高度なコンピューターが組み込まれてなかったから。つまり自分の意思で動いていたわけではないと。そう。代わりに搭載されていたのは内建收发器。電波の送受信機。要するに何者かによって操られてたってことになるわ。难怪我好像都不会讲话。そんな都在演默剧啊。レイチョはただのマリオネットだったっていうのか。有点像是玩偶。ええ。だとすると糸を引いてたのは誰？そんなの決まってるじゃないか。マイクだよ。マイクがレイチョを操ってたんだ。为什么是麦克？いいえ、それは多分違うと思うわ。我跟麦克为敌耶。ポチ、そのゲーム機貸してもらえる？借游戏机？なんで？该不会是波奇的操控吧？いいからお願い。真的假的？这是波奇的能力吗？いい。見ててね。原来我是波奇啊！原来我是波奇，我不是雷小，我是波奇啊！太扯了。一体どういうことや。我的遥感被妞罗拿走了。どういうことも何もないわ。マリオネットの糸を引いてたのはポチだったってこと。今までずっとこのゲーム機を使ってポチがレイチョを操作してたのよ。太扯了。いや、だがちょっと待ってくれ。ポチは四六時中レイチョのそばにいたわけではないぞ。例えば奈良から列車に乗って移動していた時、あの時ポチは運転席にいたはずで。このゲーム機の画面にレイチョの捉えた映像が映し出される仕組みになってたのよ。音声も同じくゲーム機から。だけど二人の距離がものすごく開いてた時もあったわよ。それは多分衛星通信を使ったんだと思うわ。这么高科技吗？レイチョの体にはその機能も組み込まれてたから。真的假的？本当なの？ニョロの言った通りだよ。今までずっとこの僕がレイチョの体を操ってたんだ。どうして？何のために？おい、答えろやポチ。そっか、そうだったんだ。バニラ、前に言ったでしょ。みんながポットに入れられてる間にいろんなことを調べたって。その時に分かったんだ。頑張れ組の情報をマイクに伝えてる人がいるって。もしかしてそれが就是波奇吗？ポチだったというのか。要するにポチはマイクの手先だったと。就觉得你怪怪的啊。ポチさん、黙ってるってことはそうなんやな。ひどいよポチ。許せない。私たちのこと今までずっと騙してたのね。真的影帝耶。さすがにこればかりは私も擁護はできんな。ああポチ、お前は最低のクズ野郎だ。ポチ、本当はこんなこと、私はあなたのこと心から軽蔑する。難怪我不会被洗脑啊。信じてたのに。お願い、今すぐ私たちの前から消えて。そうじゃないと私はあなたのこと聞こえなかったの。消えてって言ってるでしょ。
みんな。ごめん。哇，真的走了。なんで泣いてるの？だって、レイチョがいなくなっちゃったんだよ。いや、レイチョはいなくなったんじゃねえ。でも、僕はわかるよ。モーちゃんの気持ち。確かにレイチョはただの操り人形だったのかもしれない。だけど、僕らの中にははっきりと残ってるじゃないか。レイチョと過ごした日々の記憶が、思い出が。そうね、レイチは間違いなく頑張れ組のメンバーやった。可是他是波奇超重的耶。ワイラの中に確かに存在しとった。我傻眼。このままにしとくわけにはいかへんの。你们就不接受波奇呀、啊、才会变成这样啊。みんなで運んでやろう。レイチが安らかに眠れる場所へ。差别待遇耶。啊，我们回到东京附近了，应该说已经在东京了啊。东京毁灭了。おっしゃー！ついに、ついに、ようやくワイラはこの瞬間を迎えることになったね。見ろ、あれが東京の新宿にそびえ立つ高層ビル。いや、っていうか何にも見えないし。可見度零啊。あ、なんでやねん。なんで何も見えへんねん。富士山の噴火のせいだ。都是火山灰吗？火山灰の細かい塵が辺りの大気中に充満してるのよ。せっかく東京に着いたのに。今のところ人の姿も見当たらない。也没看到人。とにかく。都心の方に行ってみるか。你们这样分得清楚方向吗？ちょっと待って。你要带路吗？本当にこのまま先に進んじゃっていいのかな？どういうこと？だって少了一个人。じゃない。波奇呀。それってポチさんのことですか？バニラ、あれからいろいろと考えてみて、やっぱりポチを追放したのは間違ってたんじゃないかって。だってそうでしょ？これまで旅してきた中で最も頼りになった存在は誰？それはもちろんレイチョやけど。そのレイチョを操ってたのはポチだ。そう、みんなのこと誰よりも一番助けてくれたのはポチだったんだよ。だからレイチョに対する感謝とか尊敬の気持ちはそのままポチに向けられるべきで。只有香草还有脑袋啊。だけどポチがマイクの手先だって言ったのはバニラ。バニラはそんなこと言ってない。マイクに情報を伝えてたのはポチだったのかも。同じじゃない。同じじゃないんだよ。確かにポチはマイクの仲間だったのかもしれない。でもあの列車でピエロピはこんなこと言ってたでしょ。叛徒。ポチ是叛徒。そして三つ目は裏切り者にお仕置きをすることさ。もしそれがポチのことだったとしたら、ピエロピにとっての裏切り者は就是麦克的敌人。私たちにとっての是我们的盟友ってことに。对啊，敌人的敌人就是盟友啊。おい、その件については後回しだ。見ろ、視界がどんどん晴れていくぜ。说消散就消散啊。果然是一款游戏呢。何なんだよ。東京が私たちの街が。已经被火山灰给掩埋了耶。なくなっとる。大家都要惊讶一遍啊。欸，完了完了。ニョロ、狙われてる。欸，波奇。哇，完了。
啊！我们缅怀他，哎，哦，还活着啊！恋爱了，恋爱了，小鹿乱撞，好帅啊！私は大丈夫だけど。原来波奇的右眼长这样啊！おい、みんな見ろ！哇塞！来自麦克的讯号转接中，活要见人，死要见尸啊！哇，好多台啊，完了！なんなんだあいつら？決まってるでしょ、マイクの手下だよ。とにかく早く逃げないと。ダメだよ。きっとすぐに捕まっちゃう。地上都是灰烬啊，好不快！これじゃ早く走れないし。大丈夫だよ。ここは僕に任せて。え？哇，好帅啊！僕があいつらを食い止める。だからその間にみんな。何言うとんねん、ポチ！いいから早く。又怎么了？地震的！又地震了！哇，桥断掉了！太刚好了吧？断在这里啊！マジかよ！哇塞！みんな、何やってるんだよ。我以为他有什么计谋哎，原来是肉身啊！トランカ、どう早く逃げて。そんなわけいくか。一体どうすればいいの？消灭，消灭！その通り、僕はマイクの手先だった。マイクによって頑張れ組に送り込まれた監視役だった。だけど今は違うんだ。みんなと一緒に過ごしてる間に本当に大切なことが分かったんだよ。お願いポチ、もうやめて。分かったから、もう十分だから。僕はやめない。やめるわけにはいかないんだ。だって僕はみんなのことが大好きだから。あいつ挨打え。今までずっと嘘をついてたけど、みんなのこと騙し続けてきたけど。この胸の中にある気持ちだけは本物なんだよ。啊！什么声音啊？原来波奇也是机器人吗？波奇也是机器人啊！そんな一体どういうことだ？哇，我胃好痛啊，胃好痛啊！头上有叉叉。我就说吧，他是 X 种人啊。DCH-01。ポチ、ポチ、ポチ！天哪，这个剧情太曲折离奇了。
玩到前面我以为是一款fun game嘛，结果不是一款普通的fun game啊。好啦，我们的富士山要开始喷发了，富士山要喷发了。我们现在又往更东边走了耶，快要到千叶了。这里是，该不会我们回到教室了吧？回到我们的小学啊。哎，好想赶快玩完啊。頑張れ組。温拿俱乐部7月13日的校外教学啊。波奇还活着啊。肺に飲み込まれても校舎自体は残ってたんだ。外には出られそうもないな。这里一副枪弹遍布的样子，枪弹遍布的既视感。窓も扉も鉄板で覆われちゃったし、力ずくでどうにかなりそうな感じじゃない。でもマイクはどうして僕をこんみんな。大丈夫か。無事でいてくれるといいんだけど。はあ。これは幻。ねえポチ、聞いて聞いて。私が作ったイーストバンド、あいつめっちゃええやんって言ってつけてくれたの。哇，这个音效好帅啊！好可爱哦！哇，是我的记忆啊！哇，我整个鸡皮疙瘩都起来了。ねえポチ、ちょっとこれ試食してもらいたいんだけど。这里做的还不错哎。西班牙肉菜饭。研究に研究を重ねて作ったんだ。そんなに美味しい？やったー！苦労して作った甲斐があったよ。もうやめてよ。一流のシェフみたいだなんて、照れちゃうな。今度また持ってくるからさ。その時もたっぷり食べてよね、ポチ。大声。あのさ、ポチ、ちょっと頼みがあるんだけど。実は僕、行ってみたいところがあって、有意思。一度でいいからゲームセンターってところに。果然是坏小孩。声が大きいってば。坏小孩。だけで行っちゃいけないって先生が言ってたでしょ。本当に付き合ってくれるの？楽しみだな。今のはこの教室での記憶。みんなと過ごした日々の思い出だ。どうしてこんな光景が。香草。ふむふむ。そっかそっか。そこのプログラムはそうやって組めばいいのか。哇，神童香草啊。やっぱりポチは天才だ。バニラがわからないソースコードもサラサラって書いちゃうんだから。もう照れんな照れんな。ポチのそういうとこ、ほんとかわいいよね。また今度、プログラムのこと教えてね。頼りにしてるからさ。兄貴。なあ、ポチ。例の夏休みの件だけど、俺とお前がイベントの企画係になっちまう。あ？誰かの家に集まってゲーム大会？まったく夏らしくねえだろ。そうな、無難にバーベキューってどこかな。
哇，就是害香草死掉的那个活动啊！どっか適当に山奥の河原にでも行って、まあ、下見に行く？まあ、俺は別に。嘿，脸红了，居然脸红了耶！私には幽霊さんが見えちゃうの。ポチも信じてくれるの？因为我也看得到啊。よかった。兄貴に続いて二人目だ。そんなポチにも見えるっていうの？哇，连接的上了，连接的上了。もしかしてメモリーの障害かな。あのロボットたちに囲まれた時。くそ、九局两出局蛮累啊。なんであのタイミングで撃てへんかった。ポチ、お前がバッティング練習の相手に。いやいや、ほんならレイちゃんにお願いするわ。ああ、わかったわかった。そこまで言うならポチに頼む。ほな、明日から毎日付き合ってもらうで。朝の6時半、三丁目の空き地に集合や。ええな。ポチか。情けないところを見られてしまったな。姉を失ってからしばらく経つが。まだ乗り越えることができなくて慰めてくれるのか。本当に優しいなお前は。頼む、もう少しだけ。一人でいると押しつぶされてしまいそうで。ありがとうポチ。还有妞罗吧。もう元気出しなさいよポチ。またみんなにからかわれて落ち込んでるんでしょう。大丈夫、私は分かってるわ。頑張れ組のこと、誰よりも一番考えてるのはポチだってこと。珍しい、ポチが笑った。ポチの笑容。私ポチの笑顔とっても好きよ。そんな風にいつも笑ってたらいいのに。懐かしいな。できることならもう一度みんなに会いたい。みんなに会って僕は。でも突然感傷啊。許せない。不要、不要想起这个。我不要想起来。今までずっと騙してたなんて。不要啊。この嘘つき。もう絶対にお前のことなんか信じないから。ポチ、お前がレイチョを殺したんだ。レイチョはロボットだったけど、人殺しと同じだよ。欸、有够凶的耶。どうして本当のこと言ってくれなかった。ひどいよポチ。真过分啊。たく、胸くそ悪いったらありゃしねえ。ポチ、お前は最低のクズ野郎だ。裏切ってくれたなポチ。二度とワイラの前に姿を現すな。
呆れたよポチ。残念だがお前はもう我々の仲間ではない。私はあなたのこと心から軽蔑する。信じてたのに。大家都离开了。僕はもう二度とみんなには会えないんだ。好难过啊。哎，还有游戏啊。Yuki、そうか。君はもともと頑張れ組にはいなかったから、それでこの教室の記憶とはリンクしなかったんだね。それにしても、对啊。君は本当に何者なの？这个角色的用处到底在哪里呀、啊？山口県の雪山で突然空から有什么用途啊？大丈夫ですよ。ポチさん。为什么你可以这样断言？私が。你会想办法。なんとかって。そんなどういうこと？今のは。好惨啊，东京！啊，这段动画什么意思啊？你来干嘛？该不会又要分支路线了吧？そんなこと聞くまでもないだろう。僕の中に後悔はない。いや、一つだけあるとするなら、みんなと一緒にマイクを倒せなかったこと。说得好啊，波奇。それだけが。说得非常好。一つの心残りだ。そうか。ならば貴様は間もなく処分されることになる。残り時間はわずかだ。ではな。原来教师变成监牢了啊！我的天哪、啊！みんな、今まで本当にありがとう。とっても楽しかったよ。この学校で過ごした日々のことも、鹿児島から東京までの旅のことも、本当はもっとみんなと一緒にいたかったけど、ずっとずっと旅を続けていたかったけど。これでお別れだね。僕は決して忘れない。たとえこの世から消えてしまったとしても、みんなのこと、いつまでも、いつまでも。うわー、その声音や。えい、アモー。天哪。他のみんなもどうして決まってるでしょ。ポチ、お前のこと助けに来たんや。助けにってどうやって。ポチさんがさらわれていった場所の近くに停着一辆砂石车が止まってたんです。
そのダンプカーをユキちゃんが運転して天哪游戏还会开砂石车啊私たちは荷台に乗り込んでそれで僕らは一度長野県の諏訪湖のところまで戻ったんだ諏訪湖走返湖あそこには幽浮在那里啊幽浮があったでしょそのコンピューターを調べればそれが壊れちゃってたらアウトだったんだけどで私とバニラの2人でデータを解析この場所を突き止めることができたってわけさらにラッキーなことにあの UFO 損傷の具合は軽微でなニョロが徹夜で修理したら飛ばせるようになったんだあニョロ連 UFO 都可以修理啊鬼扯啊それじゃもしかしてみんなうんあの UFO に太扯了ここまで来たんだよそんなでも操縦はユキがしてくれたわユキがほら記憶喪失になっても自転車の乗り方は忘れへんって言うやろそれと同じ理屈でユキちゃんはダンプカーや UFO を動かすことができてまうらしいんや太奇怪了吧すごいでしょ你是宇宙人吧いやすごいっていうレベルじゃないと思うけど勃起这个吐槽啊とにかく早くここを出ないとうん UFO は校舎の屋上に止まってるからだけどみんな本当にいいのえ僕は今までみんなに嘘をついてきたみんなのことを騙し続けてきたそんなことはたとえどんなことがあろうともポチが頑張り組の仲間であることに変わりはないだから一緒に行こうポチこの世界が終わっても頑張り組は一緒でしょ嘟嘟站出现了なんやポチお前泣いとんのか違うよこれはただの漏油了オイル漏れさ这是机器人笑话吗いいから早く行きましょううん、うかうかしてると警備の連中が戻ってきちゃうかもしれないしほなみんな行くでゴーゴーゴー確か UFO は屋上に止めてあるんだったよねはいそうでこの校舎はかなり高いから屋上のところだけは灰に飲み込まれずに済んだんだよとにかくみんな急いで屋上を目指すぜ了解啊！那是什么？なんだよこれ？这什么东西？ちょっとポチ何やってるの？そっちは逆方向だよ。分かってる。分かってるけど、体が思うように。意志じゃないんだ誰かに操られてるみたいでもしかしてあの装置のせいなんじゃ装置ほらポチさんの背中に何か機械みたいなものがついてるでしょそうか排入装置ハッキングデバイスを取り付けられちゃったんだそのせいで体の制御が暗くなってなんだかよくわからないけど要するにその装置を取り外せばいいのね危ない中古来ないでわおダメねこれじゃ近づけそうもないわとにかくトランシーバーで他のみんなにそれはできないと思いますどうしてこの校舎妨害電波が放たれていて無線で通信することができないんですよそんな弱ったわねみんな僕のことには構わず先に行って可是他们就是来救你的そんなわけ
には行きません。一体何のためにここまで来たと思ってんのよ。うん、ポチを置いていくなんて絶対にできないよ。そうだ、あそこにある機械の漏電を利用すれば、そうすればハッキングデバイスの回路がショートして取り外せるようになるかも。でもそんなことしたらポチさんが、うん、僕の内部の電子部品もただじゃ進まないと思う。だけど今はそうするしかないんだ。僕がみんなと一緒に居続けるにはその方法にかけてみるしかないんだよ。诶，我直接过去怎样？没有，左边有贴纸啊，拿一下吧。这个是教科书啊，教科书是吧？ちょっといい。なるほど。又来。大丈夫ですか？现在怎样？我来控制啊！哦，终于过第一关了。那好，快走！哎，等一下，等一下。好，这样才可以向右走啊。向右走，然后推。好，我到了。哎，这样就好了。好，总之解除危机了。这点小伤不算什么。どうってことないさ。本当に平気なの？心配しないで。体は元通り、ちゃんと動くようになったし、みんなの足手まといにはならないから。然后等下又有第二台。さあ、とにかく先を急ごう。上の階で他のみんなが待ってるかも。太慢了啦！大哥，おせんなよおめら。一体何してたの？話すと長くなるんだけど。又来，你看吧，又来。またですか？みんな、僕のそばから離れて。快点离我啊！ちょっとポーチ、一体どうしちゃったの？これが遅くなった理由だよ。ポチの背中にヘンテコな装置がついてるでしょ。あの装置のせいで。でも大丈夫だよ。きっとさっきと同じことをすれば。さっきと同じって？セイちゃんの家有吗？なるほど。とにかくここでみんなが固まってても仕方がねえ。ジュウコ、ユキ、それからモーちゃん。お前ら3人は上の階に行って、このことを関西たちに報告してくれ。俺たちはここでポチのことを見てるから。わかったわ。それじゃ頼んだからね。好拖啊，快点好不好啊。なんとか。
在是要往上走是不是？哎呀耶！推这个啊，是往这边推吗？好像不对耶。过不去，为什么？要从上面了。好，这样就过得去了。贴纸弄不掉吗？要先过来右边啊。好，我们到了。好险好险好险啊！好危险啊！哎呀！啊，贴纸还是不行啊！等一下等一下，很可怕。先去右边吧，碰一下这个啊。好啦，结束了，终于啊！管不管，我要到了，我要到了，又被电了，我迟早会完蛋啊！我的身体。看上去不像没事啊。本当に平気だった。システムは正常に機能してるし、体のパーツにも問題はない。そうか。それより、他のみんなはどうしたのかな。戻って。それじゃ。在楼上啊。うん。行ってみよう。六楼了，好快啊！刚刚不是三楼吗？あの装置除去できたんですね。なんとかうまくいったみたい。我快死啊！ところで、関西とニョロとそれからジェンヌは？それがね、わからないの。わからないってどういうことだよ？知らないよ。途中まで一緒にいたはずなのに、振り向いたら突然消えちゃってて。とにかく手分けして探してみましょう。見つかっても見つからなくても屋上に集合ってことで。ああ、そうだな。ここではトランシーバーは使えねえから、ある程度捜索したら屋上へ。还要找人啊，真麻烦。了解。哎，被关起来了。関西、ニョロ、ジェンヌ。あ、ポチか。すまんな。突然ロボットの軍団に遇到機器人军队。情けないことにこのざまだ。待ってて。今助けに行くから。ダメよポチ。来ちゃダメ。この檻には強力な電流が流れてるの。電流。そっか。だったら大丈夫だよ。え？お前。どういうつもりや。決まってるじゃないか。力ずくでその檻をぶっ壊すんだ。
ちょっと何言ってるのよポチ。いいから僕に任せて。認真吗？すぐにそこから出してあげるから。你认真的吗？等一下，真的假的？必须救出他们三人。没问题吗？嗯，轮到我来救你们了。马贝尔，你已经救我们无数次了。哇，好强哦！弄歪了，弄歪了耶！我不会停的。波奇，等一下，等一下，应该要很感动的啊，可是好好笑哦。最后一拳。嘟嘟赞，一点都不赞啊！無茶にも程があるでお前。だが、その無茶のせいで我々はこうして救われたんだ。素直に礼を言わねばなるまい。ありがとう、ポチ。快点逃吧。我も心から感謝しとる。我们要去顶楼啊！やめてよ、ポチ。歩けるか。立つことならできそうだけど、あちこちの回路がショートしちゃってて。なんやこの音は。機器人吗？哇，那个什么？棺材，靠你了。上吧，龙卷打法。哇，好帅啊！这个 CG 图超帅的。可是那是飞弹啊，直接打爆不就爆炸了？那刚才，今のは一体？さあ、我也不知道啊。聞かれても、きっと能力が覚醒したんだと思う。不是早就觉醒了吗？覚醒って私たちと同じように。もしかしたらこれがマイクの狙いだったのかも。こうなることを予想してマイクは僕をこの校舎に。什么意思？他想要所有人觉醒吗？まあなんやよう分からんけど。よっしゃーい！は？お前何をそんなに喜んでいる？これが喜ばずにいられるかっちゅうねん。へへ、まあ今メジャーリーガーを超えるぐらいのバッティングスキルを見れたんやで。あんたって本当都滅亡了。羨ましいぐらいの天気だな。乐天派。とにかく行こう。屋上でみんなが待ってるかもしれん。ほなポチはワイが運んだろさかい。哎，等一下，我中间经历过那么多东西吗？我怎么没有印象？好了，这边是不是应该要先看完这段剧情啊？
不知道后面还有多长哎。好吧，先看一下啦。みんな無事だったのね。没事没事。いろいろあったが。过程并不轻松啊。我一直被电啊。本当にみんなあの UFO に乗ってやってきたんだ。真的太扯了。そんなに驚くことかしら。ポチがロボットだって分かったことの方がよっぽど衝撃的だよ。没有吧？都很惊讶吧？マーちゃんが鉄の塊になれちゃうこともね。バニラが見えるようになったことだって。数え上げたらキリがありませんね。这整部游戏就是鬼扯啊。本当、この旅は信じられないことの連続で。なあ、話やったら後にしてくれへんか。ああ、それよりも今は早くここから。快离开喽！哇，你谁？好恐怖啊！お前は、お前は。久しぶりだな。PC の一キロは。他也有实体吗？哎，不对，是投影哎。私は君のことをずっと見守っていたが。まさか、あなたは。そう。我が名はマイク。この星に生きるすべての存在を救済する神だ。你长得好丑啊。ふざけんじゃないわ。何が神よ。あんたのせいで人々は感情を奪われ、地下の世界に追いやられたんじゃない。すべては人類と。この星の未来を思ってしたことだ。どういうこと？うん、教えよう。私の目的はすでに達成された。目的已经达成。もはや君たちに隠すことは何もない。地震？この地震がいつから始まったか。什么时候开始的？確か。1990年的夏天。夏ぐらいから、噂によるとどこかの国が開発した地震兵器のせいじゃないかって。それは噂ではない。事実だ。事实。その兵器の実験により、連鎖反応引起了全球性的群震发生。地球規模の群発地震が発生する。哦，难怪富士山会爆发。無論、このことに私は関与していない。AI である私が感染したのは、翌年の。1991年のことだからだ。この世に生み出された私は、軍や研究機関のデータを収集し、シミュレーションを開始した。その結果は悲惨なものだった。このまま人類を野放しにすれば、軍拡競争は激しさを増し、地球の環境は破壊され、すべての生命体が絶滅すると分かったのだ。しかし幸いなことに、为时未晚。手遅れというわけではなかった。すぐさま対策を講じれば未来を変えることができると予測された。その対策とは人類を管理すること。管理人類あ。そのためには感情という無駄な機能が邪魔だった。そこで私は人類から感情を剥奪することにしたのだ。この星の生命体を守りながら同時に人類という種を存続させるにはそれ以外に方法はなかった。またそれは人類自身の希望でもあった。感情を奪うことが希望？本来人類は何者かに支配されたいと思っている生き物なのだ。真的假的？那么 M 哦。本当は人々は。原来大家都是抖 M 啊。何も考えたくないのだ。不愿思考的。以前の世界のことを思い出してほしい。思考太麻烦了。人々は理不尽。人心太复杂了。空虚な価値観に縛られながら。来る日も来る日も退屈な日常を送っていただろう。一体その日々に何の意味があるのか。特に疑うこともなく盲目的に。本質的に人類は羊と何も変わらない。唯一の違いといえば感情を持っている。情感啊。それこそが人類に不幸を感じている現況なのだ。羊が幸せかどうかはわからない。だが少なくとも不幸ではないだ。你又知道啊。ならば人類を羊と同じにしてやればよい。それが人類自身の望みでもあるのだから。かくして私は
人類を管理するために計画。这游戏真的好笨啊！人類妖化計画に着手する。人類冥王化計畫。まずはネットワークを介して各国の金融機関を掌握。その金を使って電子機器の製造企業を買収し、そしてそれらを南極の地下へと移送。そこで空に浮かんだあの構造体。在南極建造。建造を始めたのだ。環形監獄啊。すべてのハノプティコンが完成したのは1992年の8月のことだった。私はそれらを全世界の都市の上空に入り、同時に散布されたナノマシンが人々の脳内へ潜り込み、次第に人類から感情の機能が失われていくことになった。とはいえ、これはまだ第一段階。急激に感情を消してしまうと、生命活動に支障をきたすため、徐々に脳を慣らしておく必要があったのだ。難怪要持续四年啊。私は人々の様子を見守りながら、第二段階へと移行するタイミングを静かに待ち続けた。ところがここで不可解な事象に直面することになる。どういうわけか、感情を一切失わない子供たちだったのだ。感情没有消失。その子供たちの存在は私の知的好奇心を大いに刺激した。なぜ彼らは感情を失わないのか、私はその理由を強く知りたいと思った。そこで私は調査のため彼らをこの学校の一つのクラスに集めることにした。そうして結成されたのが頑張れ組。言うまでもなく君たちのことは。時は1993年の4月、 PCH01、 君たちが呼ぶところのポチも同時に頑張れ組の一員として所属することになった。もちろんそのように指示を出したのはポチを頑張れ組に送り込んだ理由は潜入調査のためだ。君たちの行動を監視観察して、でまた私の思惑通りに君たちを誘導することもポチの任務の一つだった。それからさらに時は流れ、ある年の夏、偶発的に起こった一つの出来事をきっかけとして私は貴重な被験体を手に入れることに成功した。あ、什么是试验体。この被験体は抗感情喪失特性を持った一人の少女だった。抗感情丧失特質的一名少女。香草吗？私は彼女の脳や体を徹底的に調べ上げ、特性に関する理解を深めていった。そうして調査を進めていくうちに、とある事実が判明した。抗感情喪失特性は先天的に備わった強い利他的犠牲衝動、強烈的自我牺牲冲动。同時に抑圧されたこの欲求は超常的な能力の発現を誘引する可能性があると分かったのだ。まあ要するに君たちは他人を思いやる気持ちを強く持っているがゆえに特殊な潜在能力を有しているということだ。そしてその能力は自らの命を顧みず誰かを救いたいと願ったとき、つまり自己犠牲的な衝動が臨界点を超えて爆発したときに初めて覚醒するということを判明した。ところで人類妖化計画を完遂する上で一つ足りないピースがあることに。羊の群れを率いる者、牧羊人、羊飼いだ。羊飼いはまず羊よりも優れた能力を持っていなければならない。愚鈍な羊の群れを統率するには圧倒的な力が必要だからだ。また羊飼いは人格的にも高潔でなければならない。強欲な権力者を頂点とする社会は確実に腐敗するからだ。あ、这个声线听得好想睡觉啊。これらの条件にピタリと一致する者たちは、そう、頑張れ組の子供たち。君たちを置いて他には考えられなかった。私たちが羊飼いに。その通り、君たちは選ばれたのだよ。だが能力が秘められたままでは意味がない。鹿児島から東京まで君たちに長い旅をしてもらったのはそのためだ。その間に様々な危機をもたらし、自己犠牲の契機を与え、能力の覚醒を促す。その目論みを果たすべく、時には幻影を見せたりもした。但是幻影啊。幻影？君たちが
旅の途中で遭遇した奇妙な生き物、あるいは障害、もっとも全てではないが、人、ロボット、変身する前の経歴、地震や噴火、今君たちが見ている東京の景色も現実のものだ。じゃああのバスの中で見た隕石は、あれは幻だ。是幻影。旅の前に君たちに恐怖心を植え付けておきたくてね。能力を覚醒させるには過度なストレスを与え続けることも重要だったのだよ。話を続けよう。旅にはもちろんポチも追行させる予定になっていた。だが様々なトラブルや危機を乗り越えていくにはポチだけの力では心もとない。そこで旅の補佐役としてもう一体ロボットを投入することにした。それが RCHE10 レイチョだったのだ。レイチョ。レイチョはポチよりも前に作られた試作版であり、知っての通り操縦型のロボットだった。ポチのような自立制御型を用意している時間はなくてね。やむなく投擲能力の強化だけを施し、それをポチに操らせることにしたのだ。頑張れ組に彼を送り込んだのは1995年の1月。旅の直前では怪しまれると思い、その時期に彼を転校生として編入させることにした。彼を補佐役として導入したのは間違いではなかったと思って、おそらく彼の存在がなければ君たちはここまでたどり着けなかっただろうか。真的、雷乔好厉害。さて、私の話もいよいよ大詰めだ。1995年7月13日、君たちはバスで鎌倉へと向かう途中、隕石のせいではない。さっきも言った通り、隕石の落下は私が見せた幻影だったからだ。あの事故は私が画策し、ロボットたちに命じて起こさせたもの。君たちに恐怖心を与えると同時に意識を消失させ、その体を例の海底遊園地へと搬送するために起こしたのだ。ところで、君たちは特殊な潜在能力の持ち主だが、実はその資質だけでは十分ではなかった。能力を覚醒させるには事前に脳内にあるリミッターを解除しておく必要があったのだ。そこで私は君たちの体をポッドの中へと収容。待って、バニラが知ってる情報と違う。あのポッドはみんなを洗脳するための装置だったはずで。それは私が与えた偽の情報だ。故意提供の假情報。君はまんまと騙されたのだよ。いや、しかしポッドから外に出た時の我々は明らかにいつもとは違う状態で。それは脳内のリミッターを解除したことによる副恐怖の感情をせき止めていた防波堤が決壊し、君たちは理性を失ってしまったのだろう。そんな騙されてたなんて。脳の施術には長い期間を要した。その間君たちは、それと並行して私は外の世界である3年前のものを進化させた次世代型のナノマシン、それらをパノプティコンから散布して人類の感情喪失化をさらに進めていったのだ。次世代型のナノマシンは初期型よりも強力な効き目を持っていた。だが弊害として、人々が日光を浴び続けるとそれらは体内へと排出されてしまうという欠点があった。それを阻止するため、私は人類を近いと移住させることにした。要素過多啊，这游戏要素过多了。これが人類溶化計画の第二段階。その後、海底遊園地で目覚めた君たちは、鹿児島から東京まで1200キロにも及ぶ長い旅、そして今ようやくここへとたどり着いたというわけだ。すべては私の思惑通り、まもなく計画の全工程が完了する。計画の全工程？もう一度言おう。私が君たちに旅をさせたのは、君たちを羊飼いにするためだった。そのためには全員の能力を覚醒させる必要があったのだが、もはや君たち頑張れ組の中に未覚醒者は一人もいない。僕は鹿児島で鉄の塊になれるようになった。私は
山口県の雪山で炎が吐けるように。私は愛媛の宗教施設で発明の力を。私は京都の力。反转重力。重力の反転化を。僕は列車の上でハイパーエレキウェーブが超级中二啦。俺の力が覚醒したのも。私は白川郷で兄貴を助けようとした時に。わいはついさっきこの学校の廊下で。そういうことだ。したがって君たちは皆羊飼いになるための準備を終えたことになる。あとは君たちの返事を待つだけだ。要做選择。返事。私はこの星の生命体を守るために2つの策を考えた。そのうちの1つが人類溶化計画。これは全ての生命体を維持すると同時に人類という種を存続させるためのものだ。だがもう一つ、人類を根絶するのだ。脳に潜り込ませたナノマシンを一斉に起爆させて。跟你的目的完全相反了吧。君たちはそのうちのどちらかを選ぶことができる。羊飼いとなって人類溶化計画を完遂させるか、あるいは人類を滅ぼすか、或是消滅麦克尼呢。返事というのはそのことだ。ふざけたこと言わないで。そんなもの選べるわけないでしょ。给我第三个选项。選ばなければ必然的に後者の道をたどることになる。君の父親も死ぬことになる。他爸还在吗？構わないかね。ちょっと待って。パパのこと知ってるの？もちろんだ。因为是他开发你的吗？それじゃパパがどこにいるのかも。彼は私の計画を阻止しようとし、よって現在はとある場所に監禁している。どういうこと。この私を生み出したのは。果然是这样啊。我就猜到了。時間をやろう。3日だ。わ、还有3天啊。その間にじっくりと考えるといい。では。後会有期哦。好啦，这集突然，怎么剧情变成这样啊？变化太大了吧？哇，这个剧情突然乱开车啊！所以最后的目的是要到上面的 X 吗？那个环形监狱那边？好啦，时间差不多了，我们就先玩到这里吧。那非常感谢大家的收看，我是史莱猫，我们下次再见喽，拜拜。